兵庫県西宮市の今村武司市長が、取材を要とした新聞記者に、殺すぞなどと、言したことについて、5日に記者会見を、き、暴言だったと認め、記者には謝る、気だと思うと述べました。西宮市、今、市長は4日、市役所での年頭の挨拶、今年4月に行われる市長選挙に、抗しない意向を表明した後、確認の、財をしようと駆け寄った読売新聞の記者、殺すぞなどと発言し、取材を拒否し、した。今村市長は5日午前、記者会を、き、暴言だったと認め、相手の気には謝るべきだと思うと述べ、謝罪の、主があることを明らかにしました。井の、鬼殺については、休みにいつ、いた、松に記者に自宅まで来られ、私有、にいられたので抗議していた。昨日は、社から謝罪がなかったので、カッとなつ、しまったと説明し、記者にはまず、手に私有地に行ったことを謝ってほしい、と述べました。また、進退に関する、もん、対し、辞職などは考えていないこと、明らかにしました。今村市長は、西、市議会、委員を経て平成26年の市長選挙、初当選しましたが、中高生の頃に授業を、抜け出してタバコを吸っていたとブロに掲載するなど言動が物議を醸し、議会ら厳しく批判されたことがありました。会見を受けて、読売新聞大阪本社広報トールは、公正な取材活動を行っており、適切に対処しますというコメントしました。